はい、皆さんこんにちは、こんばんは。本日はですね、前回の動画に引き続き、後編ですね。当時のエヴァンゲリオンのカードコレクションを振り返ってみようかなと思います。まあ、ちょうどね、整理をしていて、カード入れ直したりして、新たにね、ちょっとまあ見返すことがあったので、こんな感じで動画にしてみました。前回はエヴァックリマンチョコレートから、旧劇場版ですねの、なんだろうね、このカードね、特殊な細長いカードなんですけど、それから、カルビーポテトチップスの、カードっていう感じでご紹介してきまして、本日はこちら、これはね、わかんないっす何のカードかわかんないんだけど、セガから出てる、ま、ただのトレーディングカードだと思います。ま、5枚だか10枚だか1セットで売ってたようなカードじゃなかろうかなと思いますね。確かね。違ったらすいません。ちょっと教えてください。逆に。コメント欄で。って感じです。裏はね、こんな感じ。まあ、背が入ってて、このカードの種類のマークが、このバインダーと同じなんですよね。だからまあ、これの、もともとは多分これのね、種類の、トレカの、バインダーだったんだろうなぁとは思います。で、ここがちょっと違う、このねセガマーク入ってるんですけど、あ、これだけかセガマーク入ってる。これね、まあ、知ってる人はね、まあ、ご存知かと思うんですけど、当時、セガサターンで発売したエヴァンゲリオンのゲームについてたやつだったと思う。この山岸真由美という新キャラクターですね。正直ね、この名前今見て、あ、懐かしいなって感じはしないですね。新鮮、あ、こんな名前だったんだっていうね、感じです逆にね、あーっていう感じです。はい。まあ、こんなね、転校生だったかな、まあ、新キャラが出てきて、で、これがオリジナルの使徒ですね、確かゲーム内の。うん、やったなー、すごい記憶ありますね。あ、覚えてないけどね中身はね。で、あとは、ドリームキャストかなんかで鋼鉄のガールフレンドっていう、まあ、オリジナルのゲームもありましたね。うん、それの2つはね、持ってましたね。なかなか、なんかシステムちょっと難しかった記憶があるな、特にこれのやつ、ね、これがね、ちょっとこれ何のシーンでしたっけ。このホタルが光ってるみたいなやつ、これカードで見てもちょっとピンとこないんですよね。裏はまあこれなんですけど、全然わからなくて思い出せないっていうか、あったかなこんなシーンみたいな感じです。で、あ、そっか、これだけなのね。で、残りがこの4枚ですね。ヤシマ作戦の後と、なんかね、この絵はね、ちょっとどうなんだろう、あんまり見ない雰囲気の絵柄で、このレイ真ん中のちょっとぼやけてるね。なかなかピントが合わないですね。このちょっとモードが良くなかったですね。これね、この絵柄はなんか、まあ、全体的にそうなんだけど、絵のタッチはちょっとすごい、なんて言うんだろう、可愛らしい乙女チックな絵になってますよね。まあ僕はちょっとあんまり受け付けない感じなんですけどね。はい、こんな感じの絵柄のカードですね。で、このトレカはおしまい。で、こっからがまた違う種類のトレカですね。よいしょ。はい、まあ、これね、これはちょっと種類わからない。裏はね、全部同じようなちょっと黒っぽいロゴが入ったカードで、裏は特段何か入ってるってわけでは別にないんですよね。なんですけど、まあ上のこの2つがキラーカードですね。カオルくんとレイ、これだけがキラーカード。あとは、それぞれのキャラクターと幼少期の
頃の影のようなものがね、あります。で、レイはね、あのユイさんの、シルエットのね、裏にあるっていう感じですね。で、これ最後3人、アンタバカーですね。はい、これはね、結構多いです、このカードは。多分ね、まあフルではないけど、かなりコンプに近いぐらいの数はありますね。で、次こっち側か、ちょっと見づらいかな。これはもうオリジナルですね。なんかあの着物という浴衣着たりとか。アニメ版とかには出てこないようなシーンがたくさんあります。できればね、僕はアニメ版に入ってたそのシーンとかのカードの方が好きですね。なんかオリジナルのやつとかはそんなに好きじゃないかもしれない。まあ、この辺もなんかちょっとね、独特な感じ、まあアニメとはちょっと違うタッチで描かれてる気はする。この辺の人物の絵はすごくいいですね。綺麗です。またこれがちょっとオリジナリティある感じのね、絵柄がたくさんありますね。まあ、この院長まではね、あの先ほどの美里さんたちと一緒で、絵柄すごい綺麗ですね。あとはちょっと独特な感じですよ。独特っていうか、剣道とぬるいなの時かもしれない、違うかもっと汗かいた。でこれは同じくですね、ちょっと待ってください。これ繋がってる部分が本当はこれあるはずなんだよな、カオルくん。あ、違う、ごめんなさい、こうだね、裏が透けちゃってたんだね。ここまでですね、これで一つだ。裏面はこんな感じでちょっと真っ黒になってます。はい、でこれはまた違うカード、いや違わない、同じなんだけど、そうカードの種類的には一緒だなんですけど、ちょっとこれはね、裏面にもちょっと施しがあるカードですね。これはなんか絵になっててとてもいいですね。でこの裏面9枚を全部合わせるとこうなると。初号機ですね、初号機と武装、まあ、矢島作戦のってわけじゃないのか、まあ、初号機が使う、まあ、エヴァの使う武器と初号機みたいな感じですね。でこのシリーズなんですけど、キラーではなくてなんかスケルトンのようなカードが、この上の6枚ですね、完全に裏が透けているカードです。これカードリスト。最初これ見たとき、あ、まあ、久々に見たとき、まあ、めっちゃ日焼けしちゃったなと思ったんですけど、多分これ日焼けじゃなくてこういう仕様ですよね。枠がちょっと黄色っぽい。アスカもね、そんな感じになってるから。特にね、このミサトさんのカードはすごくお気に入りですね。これはとても綺麗。絵柄が、いやもう全部綺麗ですね。特に、まあ、このアスカと初号機とかもね、まあ、クリアっていうかスケルトンだからこそよりそう感じるのかなっていうのもあるんですけど、とてもいいですね。でこの下段の方はアニメのね、作中のシーンですね、言葉付きで、まあ、こういうカードが僕は一番好きですね。普通にコレクションするんだったら劇中のやつが。でちゃんと裏にもね、こんな感じでまた違う、まあ、違うというかそれぞれのシーンの前後のものがねついてます。これはね辛いシーンですね。うん、まあアニメ版では当時が載ってるんですけど、裏がねやっぱりこんだけ
あると裏表でね楽しめるのはすごくいいですね。やっぱりこの3号機の時のねシーンはすごくかっこいい、まあ、残酷ではあるけど、うん、でこの辺のなんていうかモノクロっぽい感じの、まあ、すごく、まあ、ここから先ねそのシリーズちょっとあるんですけど、これの絵のタッチとかがすごく綺麗です。ぼやけてたらすいません。こんな感じですごくいい雰囲気の絵ですね、うん、好きですねこれは。でそのさっきの続きですね、このページ、これはねすごくいいと思いますよ。このページはミサトさんとこのシンジ君のね雰囲気すごくいいですよね。まあ家出しちゃった時のねお互いの内面がすごく出てるようなやつだと思います。であとこのレイのね2枚、これもすごくいいですね。メガネを大切にしているシーンと、まあこれね作中ではないんですけど、こんなシーンは、これもすごくいい、かっこいいですね。これはね八島作戦の時、いや違うか、何の時かっていうわけではないのかな、決戦前夜、いや八島作戦か、やっぱり八島作戦の時ってこのアーマーついてましたっけ、肩の、あ違う、これ初号機のアーマーか、ゼロ号機だと思った。あとはまあこのシンジ君のねなんかいつもの内面をね表すかのような絵柄いいですね。裏はこんな感じです。はい、そしてもうこれが最後の方になりますが、ここはねちょっとつけちゃうんですけど、上の3枚までが、今までのカードのこの流れで、このちょっとモノクロっぽい雰囲気のカードですね。これ本当にいいですね。今改めて見ると。まあ切り抜いてるその絵柄シーンもいいけど、このタッチがすごくいいですね、雰囲気が。であとは、これは、当時、プラモじゃなくてなんか完成品で売ってたそのおもちゃについているカードですね、初号機についてた新宿のカード、いろんなの持ってたんですけど、まあその当時のカードはねこれしか残ってないですね。でこれがテレカです、テレホンカード、もう今じゃね絶滅危惧のテレカですけど、これはまあねこれ見ていただくと分かると思うんですけど、これニュータイプっていう雑誌のお金払ったら全員買えるみたいなやつですね。まあ、応募者全員サービスではないんだろうけど、応募者全員サービス的なやつですね。これもテレカ。これね、まあ、ニュータイプだったかどうかはちょっとわからない。まあ、詳しく見たらわかるんだろうけど。何か、まあ、でも雑誌系です。雑誌系の、応募テレカですね。まあ、当たったのか、全員が買えたのかも、ちょっと記憶にはすいません。ないんですけど、よいしょ。でこれもこのページ全部がテレカです。これね全部この絵柄タッチがすごく素敵なんですよ、本当に。でよく残ってたなとは思います。これ別のところにあったんですよ、このファイルとは別の場所にね。絵柄はね、カードとはまた違った絵柄でね、すごくいいなと。この絵、
2号機とアスカとかもすごく良くないですか。アスカ全体的に、まあ、全部本当にいいですね。これはね本当に今になって本当買っておいてよかったなと、まあ、買ったのか当たったのかも定かではないんですけども、まあ、よかったなと今になって思いますね。本当当時はね多分特段何も考えずにね買ってたと思うんですけど、てな感じで、こんな感じでファイリングをし直しまして、当時のねカードコレクションを整理してみました。これもねちょっとこんな袋ではありますが、ちゃんと袋に改めて入れ直したというような感じです。はい、どうだったでしょうかね。まあね特にね今現行ではエヴァックリマンチョコを集めてはいるんですけど、まあいかんせんね集まんないね、なかなかフルコンプまでは難しいんですけど、まあまたねこのコンプ状況もねもしコンプしたら、ご紹介できたらなと思います。はい、前後半ですね、まあ、見ていただいた方は特に、どうもありがとうございました。まあ、また何かエヴァンゲリオンの、まあ、グッズもないそんなないと思うんですけどね、結構売っちゃったりしたんで、なんか出てきたらねまたご紹介したいなと思います。はい、ではここまでご視聴どうもありがとうございました。またよかったら、見てみてください。それではさよなら。